ゼロ、前回の続きからプレイしていきましょう。ここ出ていいんだね、確かね。はい、ゆっくり開ける。出し出し。よし。で、ここを開けるために、とりあえず向こう行かないといけないんだよね。ここなんだろう。倒れたろうそくが散乱している。奥に赤い箱があるが、扉が壊れている。いて、開きそうにない。とりあえずまだ見てないとこは向こうにあるからね。そこ行ってみようか。ん？なんか揺れた？ああ、ドアの方か。ドアの方ね、まだ行けないからな。なんか封印されてんでしょ？よし。ここはもう出ないよな、さすがに。またさ、角からニュって出てきてさ。おお、びっくりした。お前が一番ビビるわ。隙間の奥に小さな支援が落ちている。手を伸ばせば届きそうだ。古い新聞記事。3日午後。県南部の山中で児童4人が午後9時を過ぎても帰らないと届け出があった。近隣の村には古くから子供たちが神隠しに遭うという伝説があり、村民たちの間ではその神隠しではないかという噂が飛び交っている。ファイルなんか持ってきてるんだね。準備がいいね。よし。これを、こっちに曲がって、その辺にドアがあるな。ここが降りてきたとこだよね。ここか。入ってちょ。ちょっと開いたらもう、あとは、自動みたいな。あ？なんか出そうだな。来るか？やんのか、ほら。お、アイテムだ。あ、ちょっと飛ばしちゃった。赤い手帳の断片。9月10日20時、玄関近くの鏡の前で白い着物を着た髪の長い女性の姿をはっきりと見た。見るんだろ、そういう人が。女性の手足には縄で、ん？手足には縄が、祝えられている。それを引きずるように歩いていた。そういえば、尾形さんも同じようなことを言っていたような気がする。随分とのんきだね。のんき系女子だね。やはりこの屋敷には何かがいる。いや、見てんだから何かじゃねえだろ。女の人だよ。頼もう！あ、悪代官で見たやつだ。ここ多分、なんかと戦いそうな気がするな。広いもんな。閉まらないもんな、後ろが。うわ、代官だよ。最後にあれでしょ？玉座的な。これは？一応式フィルム。おお、いいね。一番弱いやつ、全然なかったもんね。どんどん減ってったもんな。37ばっかりくれてたもん。うわ、ボロ。張り替えないといけないよね。やっぱ、猫飼ってんのかな、ここね。そんな感じするよね。猫でもここまでしないわな。あ、アイテム、アイテム。ほい。暗闇に何か。ん？ご神水？おみきじゃないよね。おみきはお酒だもんね。これなんだろう。アイテム。霊峰の湧き水から生成した飛薬。体力を完全に回復する。ああ、万葉丸の上位互換ってことか。はいはい。まあ、やばくなったら使おう。マップ。なんか見てるな、こっち。この下を見てるな、ずっと。やっぱアイテム見るんだ。窓は外側から打ち付けられており、外を見ることはできない。これを拾ってほしいんだ。また飛ばしちゃった。連打する癖をやめなさいよ。研究所、装甲の断片。縄の巫女に関する謎。数少ない伝承書物を見ると、儀式に関わる人物として、縄の巫女と呼ばれる、巫女に関する記述が多く見受けられる。左右の手、足、そして首に計5本の縄をかけられたその用紙に関する記述はあるものの、役割については記述は少なく、詳細は不明である。一説によると、生贄であるとされるが、本当にそのような残虐な儀式が行われていたとは信じがたい。まあ、昔はね、あるんじゃないの、そういうの。あそこ閉まってるけど、行けないのかな？行けなさそうだな。となってくると、もう行けるとこないんだけど。取っ手に何か巻きつけられていて動かない。髪の毛のようだ。はぁ。髪の毛。切ればいいんじゃない？
ちゃいきっちゃい。ハサミとか持ってないのかな。持ちや、ん？ボスか。ボスっていうか普通に敵か。ん？どこだ？こっちから音がする。いた！うい。近い！ちょっと待て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 。近い近い！あ！くそ！食らっちった。食らっちったって。どこだ？いたいたいた。やっぱ、ゼロショット狙っていかないとな。おい！あ、くそ、外した！ちょっと回復しようか。万葉が、どれぐらい回復するんだろう。あ、3分の1ぐらいか。ちょ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 。近い近い近い。こいつ結構動くからやりづらいな。ただ、もやもやするから、それで場所を、わかりやすいのかな？一応。おい！やったぜ。HP 低っ。こいつ倒してさ、髪の毛なくなったとかない？ないかな？ないか。さすがにないな。やったら言うよな。ここはもうなんもない。ないね。結構特殊な動きをする幽霊が増えてきたね。増えてきたねっていうか、出てる数がそもそも少ないんだけどさ。今そういえば、いくつだ？もう1万4000あるじゃん。使おう使おう。カメラ。基本性能だね。ちょっとサークルの範囲、そろそろ広くしとくか。と、チャージ数を上げとこう。これで、次速度いこうね。どこ行けるんだ？そもそも。これセーブポイントでしょ？で、こっち。この辺とか。これ黄色いやつとかね。え、もう行けなくない？行けなくない？登って登って。ダッシュだよ。で、ここの鏡んとこに来たと。そういや、ここってなんだっけ？覚えがない。あ、そうだそうだ。なんか、アイテムがあったんだ。覚えがないって大丈夫ですか、おじいちゃん。ダメかもしれんの。よし。なんか音がするな。気になる音だ。ごめんね、何回も見て。で、ここがセーブポイントか。セーブポイントっていうか、階段？違うな。違うね。これ階段どこだよね。どこ行けばいいんだろうな。ん？扉に文字の書かれたボタンがついている。扉を開けるための仕掛けのようだ。仕掛けの下に何か文字が彫られているが、削られていて一部しか読むことができない。削られた文字はかろうじて、先縄の儀、神事、行われる日と読み取れる。何月だっけ？ 12 月13日とかそんなんじゃなかった？逆回りなんだこれ。1、2、1、3。OK。ここだったね。普通に見逃してたわ、ここ。扉の鍵は外れた。これ、ちゃんと、あ、え、な、ちょ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 、待て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 、と、シャッターチャンスを逃した。なんか指さしてたね。タンスに、タンスの引き出しには何も入ってないようだ。何も入る、はい、ん？部屋の奥からは強い霊力を感じる。あ？どれ？これ？奥へ誘う女。どれ？何を指してそう言ってんの？強い霊力は消えたようだ。消滅させてしまった。悪いことしたな。万葉岩。ここら辺のなんかなかった？おみきじゃない。ご神水？年代物。売っ払おうか。なんか見てたさっき。気のせい、チラッと見てなかった？まあ、いっか。なんだろうこれ。蔵かな？
怖えーな、このアングル。これなんか逃してそうで怖いんだよね。全部光っててくんないかな、すごい。自己主張をしてほしい。何かが懐中電灯の光を反射して光っている。霊石。おー、霊石か。霊石使いどころがわからん。ボス戦って、わかりやすいさ、ボス戦があればいいんだけど。これ、他のゲームの主人公だったら、全弾飛ばして降りるよな。場合によってな。あ、ちょ、待って、違うんだよ。降りてくれよ。操作を間違っただけじゃないか。なんで俺はこんな仕打ちを受けなければならないんだ。降りろ。これでもなんかないのかな、こことか。ないか。あ、でもこれ、ちゃんとさ、引き出しとか見てった方がいいのかな。もう、全部カチカチカチってさ、カチカチカチって、引き出しに何も入ってない。やっぱ、あ、何か入ってる。霊石。あー、あるんだ。あるんだ。やっぱ、見てかないとダメだな。役立つものは入っていないようだ。その、泥棒と思考が同じなん。3日前、県南部の日村山中で行方不明になり、神隠しにあったと噂された少女が、先日地元の男性の手によって発見された。少女はかなり衰弱しているが、奇跡的に無事。警察では、少女の体力の回復を待ち、他の3人の行方について質問することにしている。この少女の両親は、少女が行方不明になった翌日から姿を消しているため、警察では、少女の引き取り手を探している。少女の引き取り手よりも、様々な小物があるんだって、取っていけよ。こっから出た時に売るっていう手もあるんだぞ。とりあえずもう一回上に行こう。なんかあるかもしんないしな。これ光ってるやつだけじゃないんだな。矢探ししないといけないんだこのゲーム。ここは見たよね。でもね、いけいけ。おい、何も入っていない。こことかなんないか。なんかここどか。ん？なんか見てるな。見てる見てる。こっちだ。こっちを見てる、なんか。あ！え？ちょっと待って待って待って。カメラでいいのか？これか。ボロボロの古いフィルム。除霊効果はあまり高くない。一般的なスナップフィルム。少し強い除霊効果を持つ。高感度フィルム。高い除霊効果を持つ。なに？画質で決まんの？その、除霊って。何？そういうシステムなの？まあ、いっか。行こう。これで、あれだよね。なんか、ろうそくがいっぱい立ってたとこの封印が解けたってことでいいんだよね。除霊効果はあまり高くないって。すごいな。俺、フィルム見てそういう感想浮かばないもんな。これで、どこがいたんだっけ？上か。上ってどっちだ？こっちか？上は俺らにとっての下なんだな。よし。行こう。で、こういうところで襲ってこないんだもんな。どういうタイミングなのかわからん。でも結構あれだね。ん？ドゥーンって音がしてるけど。ドゥーンって言ってるよ。ほい。開けてちょうだい。貼り付けられたお札がなくなっている。扉を押さえつけていた力も消えているようだ。あの女の人がすごい頑張って押さえつけてたんだろうな。お札があんまり効果ないように見えるんだけどな。え？なんか赤いよ、ここ。間違えた。どこ？どこ？どこ取ればいい？どこだ？あ、これか。めっちゃ泣いとるで。どこか別の場所が映り込んでいる。なんだこれ。わからん。まあまあまあ、そのうちあれでしょう。わかるでしょう。まだ行ったことのないとこなんでしょう、多分。おわ、いた！なんかいた！あ、くそ！
あれ、尾形さんじゃね？尾形っち、尾形っち、尾形っち、待ってくれ、尾形っち。普通にミスったな。違うな、これ、拾うやつだ。何？お前がだよ。お前に問いたいんだが、それを。床には数枚の紙片が落ちている。手帳の断片のようだ。黒い手帳の断片。9月13日15時。シューンっていうのうるさいな。匠くんの容態は悪くなる一方だ。震えが止まらず、何やらしきりに同じ言葉をつぶやいている。心霊現象がどうか、とかはともかく、早くこの屋敷から出た方がいいだろう。匠くんが動けないので、とりあえず私一人で出口を探すことにする。このまま待っていても誰も来てはくれない。くれまいか。ん？これ、何？紐の手1階。紐の手1階なんだけど、ちょっとその前にさ、その、閉まってるのはもう確認はできたんだけど、ここが、ここもあれか。何かしらで閉まってんのか。ん？どこか別の場所が映り込んでいる。人形がいっぱいある。さっきのろうそくんところとは違うのかな？すごい歩き方をするんだね。そういうのもあるんだ。あ、ここはあれなんだ。自分で動かさないといけないんだ。ここ広いな。なんかあるんじゃないか？何これ？石碑が建てられている。何かの慰霊碑だろうか。慰霊碑。慰霊碑か。あ、光っ、いた！ウェイ！中庭に消える女。消えてないだろ、まだ。消えてから言え。カセットテープが置いてある。赤いカセットテープ。赤いラベルのカセットテープ。カソットって。カセットテープ。取材用2と書かれている。とりあえず後で聞くか。ここは行けないんだ。ん？あー、ここもあれか。壊れている系か。じゃあ、今回はカセットテープ聞いて終わりにしましょうか。アイテム。赤いカセットテープ。取材用ね。9月11日、20時16分。屋敷の隅々まで探したが、尾形さんは依然として見つからない。いくら広いとはいえ、同じ屋敷にいて見つからないはずはないのだけれど、先に帰ってしまったのだろうか。昨日写真を撮ってから、上事のように縄が増えたと言っていたようだけど。女の人が尾形ちゃうかったやん。誰だっけ。書いてないか、書いてないか。ちょっと待て。ないな。ファイルか。高峰、ね、違うか。平坂か。平坂が女性か。赤い方があれだよね。女性のやつだよね。高峰。もう誰が誰か分かんなくなってきた。はい。ということで、じゃあ、次回、ここのね、ここの先のところから行きましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。